メリです。マリンです。エトワです。今からハロウィンのコスプレで着てほしいものがあるので、一人ずつちょっと渡していってもいいですか。はい。もう指定されてる感じなんですね。選ぶ。うんともちゃんから、はい、いきます。今年のハロウィンの予定は何かありますか？今年はライブ配信でハロウィンします。コスプレの予定は？あ、コスプレします。ペローナ、一応ペローナに似てるって言われるんで。ワンピース？あ、そうです、そうです。この中からコスプレを選んで来て撮影お願いします。やばそうだね。すでになんかやばいんですけど。これを切るんですか？それ切って撮影してます。こうですよね。こっちかな。うんともちゃん的にそれは？これは、まあ、可愛い、まあ、いい。切れます。はい。じゃあ着替えて。はい。お家でハロウィンしますね、今年は。チブハロ行ってた時もあれば、なんかどっかみんなで借りてレンタルスペースみたいな借りてやってた時もあったんですけど、今年はお家でやります。コスプレの予定はありますか？あるんですけど、まだ何も決めてないです。じゃあ今日はあのシルが用意したコスプレを撮影してほしいです。なんか嫌な予感する。めっちゃ牛ですね、多分これは。やばい。あ、でもまあこれ結構隠れるタイプ。あ、ね、上やばい。やばい。三角ビキニか。なぎちゃん的にそれは、ちょっと聞けないですね。ハロウィン今年予定ありますか？はい、ホームパーティーします。お家で。私は料理できないんですけど、料理できる人が作ってくれて、みんなでお家にいると思います。コスプレする予定は？お仕事とかでよくコスプレするっていうか、コスプレの撮影とかをしてるんで、あんまりプライベートではしないかもしれないです。今日は編集部で用意したコスプレを着て撮影してほしいです。はい。怖っ。やばすぎ。見せてください。はい。なんか色がもうなんかエッチですね。エッチエッチな。チャイナ。正解です。ねえ。これ何？レンズ気ほぼないよ。これまずどこに走る？え？ひかるちゃんはそれ着れますか？着れないです。逆にだってこれ隠れてる部分ゼロ、全部透けてる。確かに私は着れません。今年のハロウィンの予定ありますか？お店でイベントをやるのと、子供と家でパーティーします。コスプレ予定はありますか？コスプレします。何の予定とか決まってますか？とまだ考え中。キャビンアテンダントかわいいなんで。今日は編集部で用意したコスプレを着てほしいので、この中から選んでください。これにします。え？なにこれ、ちょっと。もうすぐに。マリンさん的にちょっと着れません。丸見えですよね。ここにブラトップがあったら、ギリ着れると思います。胸が隠れたら。下え、丸見えだよ。謎の紐が。私は着れませんでした。
ことで結果着れた人はうんともちゃんだけでした。似合う、めっちゃかわいい。よかった、うん、ピンクピンクで、うん、一番多分露出が少ない布のやつでした。とマリンちゃんはほぼ透けてるだけで裸で、上がもう何にもないもうちょいやったらブラトップみたいな感じだったら全然着れます。検証結果は4人中1人だけうんともちゃんだけ着れるということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。パクちゃんです。パクちゃんの今年のハロウィンの予定はありますか？多分出勤するかなって感じです。お店にコスプレとかってするんですか？コスプレ多分することになると思います。どんなのするとか決まってますか？まだ決めてないですね。やりたいのとかあるんですか？やりたいの多分できないけど、なんかアニメのコスプレとか憧れますよね。じゃあ今日は編集部が用意したコスプレを撮影してほしいです。はい、分かりました。うわ、なんかピンクめっちゃピンクでした。これ下着レベルで薄いです。これは何なんでしょうか？メイド。あ、メイドなんだちょっとだいぶセクシーそうです。これは今日の企画はほぼ裸うちちいちのコスプレを着て撮影してくださいって言ったら、はい、着てくれますかっていう内容なんですけどパクちゃん的にそれは着れますか？これですか？中の下着が見えなければ大丈夫。下着が隠れてるのは着れます。私の検証結果は着れますじゃあ着替えてもらって、はい、はい、着替えました。どうですか？だいぶセクシーな、ね、コスプレでびっくりですすっげーすけですね。これはこれはいたすとき専用のコスプレですね。きっと人前に出るやつじゃないです。こういうの着たことはあります？こういうの着たことないと思います。多分記憶の中ではないです。恋人とかの前だけだったら別に着てもいいですけどね。似合ってますね。何度ですか？これ着てたら嬉しいです。着た甲斐ありましたはい、リコです。急なんですけど、はい、今年のハロウィンの予定はありますか？毎年あのキャバクラお店でもあのイベントをやってるんで今年出ますね。 2days のうちの1日は出ます。ちなみにコスプレをする予定はありますか？そのイベントの時に来ますね。今年は多分チャイナかな。今日はちょっと編集部で用意したコスプレを着て撮影してほしいんですけど、はいはい、え、一人で？はい、はい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 。今日はそれを着て撮影をお願いします。間違えてません？商品名にランジェリーって書いてますよえ、どういうこと？え、なにこれ？え、なにこれ、どういうこと？ええ、ウサギ？そうです。今日の企画は、はい、ハロウィンのコスプレが、はい、ほぼ裸のコスプレを渡したら、うん、リコさん着てくれるのかっていう。着れませんだってこれ完全にもこれあれする時計のやつじゃんみんな 100% それ言ってますでしょ、はい、ということで私リコは検証結果着れません。すいません以上リコでした。バイバーイ。桃から生まれた桃です。今年のハロウィンの予定ありますか？今年はピトちゃんとヨナちゃんと30日にハロオパするのと31日はイベントがあります。プレーそこでする予定はありますか？あります。どんなのか決まってますか？お兄ちゃんです。あ、かわいい。今日は編集部で用意したコスプレを着て撮影してほしいんですけど、はい、選んでほしいんだけど。あ、もうじゃあそれで確定で。え、ちょっと待って、布少ない。え布少なくない？え、これそれです。ちょっと待って、え、これ何？メイドっぽい。え、これメイド？いや、おまた開くし開いちゃうこれ。
ちゃんは着れますか？厳しいです。すいません、無理です。だってさ、髪見るよ。ちなみにこんな感じです。あー、意外といける？着ればいいんでしょ。着てくれるなら嬉しい。着ればいいんでしょ。着たらご褒美ある。何がいいですか、ちなみに。一般褒めてほしい。あ、余裕で。余裕でいけます。OK。全然いけます。じゃあ着替えます。さすが、ハッピーハロウィン。かわいい、ももちゃん。ありがとうございます。多分モザイクかかってると思うんですけど、うん、すごい乳首透けてます。ももちゃんは切れますっていうことで。切れます、うん、さすが、ももちゃんです。さすがです。ということで、皆さん楽しいハロウィンをお過ごしください。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。ハッピーハロウィーン。